高松義太郎2月から1990年8月14日は日本の鉄道愛好家、薬剤師。東京都電をはじめとする日本の路面電車に関する著作で知られ、また鉄道友の会の発起人の一人として会の発展に尽力するなど、日本の鉄道趣味会の指導者的存在の一人として大きな役割を果たした。1901年に 東京市日本橋三越前に生まれる。その後牛五目に移り、旧正中学の生徒時代にカメラを購入して、東京市電の写真撮影を始める。撮影したコレクションは1923年の関東大震災で怪人に返したが、その後改めてコレクションや撮影に取り組んだ。1917年、薬剤師免許取得。1930年頃から、 鉄道研究に本腰を入れ始め、1936年、東京市電の原稿を鉄道趣味に投稿し、掲載される。1940年には、同好会、ツバメクラブを結成する。しかし、太平洋戦争に向かう時勢により、ツバメクラブは短期間の活動で終わった。太平洋戦争終結直後の1946年に、東京鉄道同好会を設立。 1953年には東京鉄道同好会を交通博物館が中心となって結成された交通科学研究会に合併させる形で結成された鉄道友の会の発起人の一人として名を連ねた。本業は薬剤師であり高松ドラッグストアの取締役社長を務めたが経営の陰には妻のサポートがあった。1990年8月14日死去。 89歳ボーツ。日本の路面電車電気車研究会、1958年、a b ツバメクラブの開放、ツバメ、東京鉄道同好会の開放、ロマンスカーは、アテネ書房より復刻されている。ありがとうございます。